エース国スーパーカップ 1.5 倍おじさレッド九州編年代リトン骨揚げ麺に粉末スープ火薬調味料が入ってます。麺は大盛りですが軽い食感でややスポンジです。揚げ物っぽい香りは弱いです。スープはニンニク臭がありますがドロドロした濃さはなく意外にあっさりしてます。肉は薄いもの、明太子は人工的ですがアクセントにはなってます。